はい、ファーストトマトは非常にゆっくりですけれども、徐々に肥大してきていますね。今日は赤空豆と沿道で作っている豆苗を一皿分収穫しました。空豆の豆苗はあんまり背丈が高くならないうちにカット、1回目のカットをしましたので、おそらく柔らかくて美味しいと思いますね。そちらのはもうちょっと草丈が伸びてからカットしようと思っています。沿道の豆苗は2回目ですね。外の畑ではマーシュ、コーンサラダがたくさん発芽してきていますので、私が食べているガムの空いたプラスチックの器に一株ずつ、ここは一株ずつ植えて、大きくなったら家内と私のサラダに一株ずつ加えて食べようと思っています。畑の方では数えきれないぐらい自生、サツが成長しているんですけどもね。ここなんかはヨーグルトの紙パックに何株もごちゃっと一緒に植えてみています。あとレタスなんかもですね、まあこれはバジルですね、小さな容器に植えておいて、あと適当にカットして野菜サラダに加えて食べるようにしているんですね。水前寺な、水前寺な半玉もまだ外でも成長してカットして食べているんですが、いずれ1月2月になったら収穫できませんので、こんなところにですね、地植えしてて、まあこれらはサンルームの中ですから、1月2月でもある程度成長しますから、柔らかな野菜の間にちょっと歯ごたえのあるものを刻んで入れておくと、シャキシャキとして全体として感じのいいサラダになるものですから、半玉はまあ一度買えばですね、あとは持続させていったり、まあ株分けしたり、あるいは挿し木風でもちょっとは増やせると思いますけどね。まあ私は株を引っこ抜いて2、3株に分けて増やすことが多いんですけどもね。あとは畑に、畑で自生している何種類かのハーブとかも、1月2月にはもう
緑葉ではなくなりますので、このようなレモングラスなんかでもですね、ちょっとした小さなポットに植えておいて、あと紅茶を飲むときにハーブの味覚の味出しをして、ちょっとピリッとさせるとか、そんな風に利用したりしています。石垣さんのパパイヤもこの前1個収穫したんですが、2番目はこれで、3番目はそれでしょうね。まあ食用じゃないですが、メイフラワーは和歌山県では沖縄みたいに2月に開花させるのは難しいんですね。まあ大体枯れてまた暖かくなったら成長再開するというパターンを繰り返すだけですので、小さな鉢にですね、何株か植えておいて、ちょっとだけサンルームの中で花見を楽しむように、バナナの合間にですね置いてみてるんですね。こちらも家内がポット植えしたものを外に置いてって、まあちょっと葉っぱがですね、やはり寒さでこんな風に落葉しかかってきていたので、私の方で何個かのポットから引き抜いて、まとめて合計30センチメートルのロングポットに 1,2,3,4 株ですかね、植えて、そうするとこのようにつぼみを持ってきて、いずれ開花しますので、メイフラワー5月のフラワーじゃなく、多分ジャニュアリーフラワーぐらいで楽しめるんじゃない、ちょっとだけね楽しめるんじゃないかなと思うんですね。まあ天気のいい時だけサンルーム内でちょっとこまごまとした仕事をしたりしています。曇っている時にはもう全然暖かくないですから、寒いですからね、来ませんけれども、外は今日は風が冷たくて、朝の最低気温は3度か2度ぐらいだったと思うんですね。明日からも最低気温1度2度3度ぐらいが数日続きそうなので、もし晴れれば日中だけちょっとサンルームに来て見回ったりするんですけれどもね。あとはペットボトルにですね、まあ、こんなミニトマトの苗を挿しておいたりして、まあ、これなんかも開花してきていますよね。あとイチゴ苗とかバジルとかですね、あとパプリカのもう終わったものなんですが、来年につなげようと思って、要するに多年草扱いにして、枯れてすっかりダメにならないようにペットボトルに植えておいて、あと来年暖かくなったらですね、地植えしてもいいですし、あるいはちょっとしたポットにですね植えてもいいですしね。それから小さな不織布ポットとか瓶にですね、トマトを発種して育苗しています。まあこういう畑の土を入れただけの
畑の土と山の土を混ぜただけのところにも、これとこれなんかはアイシュファーストの発芽したものです。こちらとかですね、これは前に外で育てててあまりうまくいかなかったものを掘り上げたか、根がついているところを切り取ってそうして刺したものか、ちょっと分かんなくなっていますが、花が咲いてきていますから、これなんかやろうと思えば盆栽愛知ファーストトマトにもできますよね。まあ遊びですね。マッキントッシュのノートパソコンであれこれヨーガの教材の編集をしていて、目が疲れたりしたらですね、畑に出たり、あるいは風が強く寒い日はサンルームでこんなミニ栽培の遊びをしていますね。梅バター、バナナ半分の畑から持ち込んだムサトウナンは、最初に開花結実した方は、1、2、3、4段ついて、5段目は中生花ですね。それからもう一株、後から出来した方は4段のあと5段目もちょっと覗いているんですが、赤紫の方の左側に小さな花子が現れているのが見えますが、あれが5段目です。これは5段ぐらいの結実なんでしょうけどもね。まあ、ここから先食用にはこういう2枚程度の貧弱な葉っぱずつしか持っていませんから、まず無理ですけれどもね。小さな蜂が来てですね、蜜を吸ってるんですよね。ここは締め切っていることが多いので、これらの蜂はですね、ここに住んでるんかなと巣に帰ることができないようにも思うんですがね。まあ時々はほんのちょっと開けたりしますが、いつ来ても小さな蜂がですね、このバナナの蜜を吸いに来てるんですよね。まあ、小さな蜂にとっては、役には立っているんでしょうね。